オノフアカ。オノフアカ。はい。純正と、とりあえず低ヘッドスピードから打っていく。うん。これじゃもう振りすぎてんの。うん。あ、でもこれぐらいかも。あ、適正が？うん。40？ 今で多分42出てるか出てないかぐらい。うん。トータルで、まあ数値が良ければ230から40、40近くいく感じ。うん。おぉ、いいね。いい球。うん、そんな感じ。トータル、230。めちゃめちゃ安定して。そんなにこう、浮かないもんね。うん。スピンで。ほんとに。意外と。じゃあ45ぐらいは友が打つんで、うん、もう50ぐらいで。純正だけど。おほほほほほ。いいね。いいな。いや、ほんと意外と吹いてないぞ。え？いいのこんな。こんな感じで。いってるね。見た目もほぼ黒だもん。ちょっとでもストレートからこっち？うん。今マイナス1だから多少まっすぐだけど。まあ全体的にシャローで。まあでもソールのこのペリメーター的なスライドウェイト。これだから一番こっち側にした場合は別にフェードじゃないからね。うんうん。多分球が浮くんだと思うよ。うんうん。はいって書いてるよ。で、こっち側がドロー。で、ここにウェイトがついてる。あとグリップにもね。クロスバランス？クロスバランスだった。え、でもスクリューウェイトはそれは何個入ってんの？ヘッドは。え、だからここの、ここと、後ろ。で、カチャカチャでマイナス1できますよって感じ。うんうん、まあ、10.5 度と 11.5 度しかないんじゃないかな。で、これ 9.5 とかがあったら、使っちゃう。だって、吹かないもん、そんなに。純正でも。うん。ほら、もう全部曲がんねえじゃん。うんうん、シャフトもあるだね。いや、いいと思う。結構振ってもいけるんだね。全然いい。ちゃんと戻ってきてるし。だから今までの赤の感じじゃないんだけど。うん、だからゼクシオで言うと X？ うん。よりも深めんじゃね。うん。いや、これマジでロフト次第でいけるぞ。ほら、まっすぐ。振ってみ。あ、でかいな。いや、でかいはでかい。うわ、ハイドロー。おー、ナイス。初速は、うん、おー、ナイスショ。しょ、いいじゃないでしょうか。ベンタス TR6X。
うわ、強っ。中山道だな。先っちょ。うわ、飛んでる。全身。わかんねえ。さっき目が取れてないので、はい、音も言ってみましょう。はい、見てもらいましたが、今回、オノフ赤、最新モデルですね。はい、これ、レビューしてくださいということで、オノフさんから送ってもらいました。フルセット、うん、ほぼ来たんで、うん、まあ、今回ドライバーですけど、フェアウェイ UT アイアンと続くと思います。まあ、前進主義。どこで打ってもまっすぐ飛ばせる。まあ、これは前作からそんな感じでしたけど、すべてが芯の捕まる交換性モーメントヘッドということで、これね、5000はね、超えてるらしいね。うんうん、左右の多分完成モーメント。で、まあ、今ほら、完成モーメント、大きいやつ流行ってますから、うんうん、もう上下も合わせてね、10系とか言ってますけど。うん、まあこれもまあ、完成モーメントは高いとは思うんですけど、ソールのね、見た目は、こう、スライド式のウェイトがついたりとか、ドロー側にスクリューウェイトがあって、パワートレンチ30層のやつ。これもちょっとね、変更があったりとかね、赤専用逆アーチ型パワートレンチ。なんかこう、溝みたいなやつが入ったりする。まあこれ前作からね、ちょっと変更があったり。してますけど、クラウンがね、艶消しです。うん、前作なんか、鱗みたいなやつがさ、うんうんうん、印でこうなってますけど、もう黒やん。うん。まあ、てか、ソール自体も赤もちょっと少ないし、うんうんうん、そんな、こう、派手な赤な色でもないから、うん、すごくね、見た目的にはかっこいいんですよ。大型ヘッドではあるけど、うん、まあ、黒よりもちょっと一回り大きいかもしれないけど、まあ、若干平べったくは作ってるけど、まあ、いわゆる、まあ、G430 のあの、10K とか、QI10 の MAX とか、うん、まあ、あれにちょっと近い雰囲気はあるけど、僕はね、これ一番見た目が、うんうんうん、まあ、大型ヘッドと言われるやつの中で好きです。グリップ、このクロスバランステクノロジーだったかな、ヘッドのやつと変えられたりもできるので、より捕まりを良くしたりとかね、このウエイトの差をわざと出すことでね、うん、できるかもしれないです。うん。でも、打った感想、数値ですけど、今回、純正の S シャフトと、うん、ベンタス TR の 6X、うんうん、矢野東さんが打ってたやつですね。うんうん、ラウンドとかでもね。うん、まんま、それが来たっていう感じなんですけど。まあ、まず純正から言うと、びっくりするぐらいね、曲がんないです。うんうんうん、友も、量も。そして、純正で 10.5 度をマイナス1度にはしてるんだけど、結構ロースピンです。うん、これ赤かっていうような感じです。うんうん、程よい、まあ、捕まり。まあでも、ドローバイアス系ではあるけど、安定して極端じゃないです。うん、いかない、ね、まあ言ってみれば、うん、ゼクシオだったら X とか、あるように、まあ赤がね、赤じゃない、またちょっと違う雰囲気には感じますね。ダウンもね、ちょっと黒に近いような、うんうん、キンキンしてない感じもするし。まあ普通にパンと言ってもいいし、ちょっと強く振っても全然ついてくるみたいな。まあもちろんシャフト的にも良かったし、うん、全然振っても曲がんないみたいなところがやっぱ一番でしたね。うん、純正でもスピン2300とか平気で打てるんで、うん、もっと言うと上目だったりちょっとドロー系でいくとたまに2000切るとか、うん、まあ2000ちょっととかそれぐらい出てしまうので、やばいです。初速も結構出てます。で、打ち出しも、アッパーで振ってもそんなに悪くないし、まあ、2、3度、アッパー全部曲がとか、まあ、レベルブローだとしても、そんなにこう、いろんな打ち方に対応できてたんで、
だからヘッド的にもほら、あまりにも感染モメント大きすぎると振りにくいっていうところではない感じがするので、すごい振りやすいです、ヘッド。6X の。うん、シャフトここまでハードなやつね、普段打たないけど、うん、僕が打って、めちゃくちゃ良かったです、うんうん。っていうのもやっぱりヘッドがね、ブレない安定感があって、それに対してこうシャフトもね、より安定感があって。ベンタス TR のブルー、普段はフェードするんですよ。ロースピン系のヘッドだったり。うんうん、だけど、これだと、ちょっと打ち出し、少し落ち着いた、程よいドロー、うん、例えばもうストレートぐらいになってくるんで、スピン量も安定してくるんで、もう本当にコントロール、交換性モメントで安定感あるのに、少し操作だったり、のところが出てくるかな。シャフトしっかり身にしたとしてもね。で、ラウンド動画も出す予定ですけど、本当にね、フェアウェイ幅内でね、ドローがこう、綺麗に入ってくる。ラフにかからないぐらいになってくる。右のフェアウェイから、左のフェア、ラフに行かないぐらいの。出玉が若干左に出たときは、まあ、左ラフ行きますけど、OB には行かないぐらいレベルで、本当曲がんないんで。で、打たずに決めてた人もいたと思うんだけどさ、うん、結構キャロウェイとか、ああいうところに割って入ってきて、ぶっ飛び競争できそうな感じだよね。ね、今作2024で発売されてる、曲がらないを歌ってるドライバーの中でも僕はナンバーワンに曲がらなさはもちろんだけど、うんうん、とにかく振りやすさ、うん、曲がらない、まあさっき言ったちょっと振りにくさが出てくるのね、うんうんうん、大きいヘッドだったり。でも、それが全くなく曲がらずに振っていける、飛ばせる。こっちの方がマントビ。まあ極端に対スライサーに対していいかと言われれば、極端ではやっぱないので、うんうんうんまあ、どちらかというと調整ありきで、もう少しこうヒール側にスライドしたり、もう少しね、スクリューウェイトのところを、増やしたりとか。まあ、あとは、若干グリップ側を重くして、カウンターを重くして、より出玉左っぽくとか、振り抜き欲とか、もっと言えばね、10.5 度をロフト増やすとか、もう少し優しい 11.5 度。まあ、ちょっとね、でもここの 10.5 度と 11.5 度でヘッドの作りが変わって、スピンの量が変わる可能性はあるけど、まあ、とりあえず、まあ、10.5 度がシダクラブあるだろうから、それでね、スライサーの人は、ある程度調整して。シャフトもね、まあ、ヘッドスピード、45以下ぐらいの人はね、うん、SR とかでも試してほしいですよ。よりね、柔らかくいいスペックでもいいと思います。で、よりハードなヘッドスピードの人には、まあ、さっきも言ったね、6X とかペンタスのね、ああいうハードなシャフト入れて、より低スピンだったり安定感求めてもいいし、ちょっと球上がりすぎるなって思うんだったらもうね、スライドウェイトをね、もう取っ払ってしまってもいいかもしれないし。それぐらいでもこうヘッド自体の安定感っていうのはあると思うので、いろいろ試すところはあるんじゃないでしょうかね。これはね、ウェイトいろいろ買ってね、長く遊べそうなドライバーだよ。どんどん引き出してね。ですね。まあなのでぜひね、打ってください。まあこれと比較するのであればね、普通に他のモデルのその D タイプとか MAX よりもノーマルタイプぐらいも入ってくるような比較になってくるようなドライバーなので、これはぜひ打ってほしいですね。赤でした。以上です。はい、ありがとうございました。